さんこんにちは、アイリス卓球場のコッシーです。本日の動画は伊藤美誠選手の新サーブを個人的見解で解説していきたいと思います。レッツゴー。僕が感じたポイントの1つ目、手の力、下半身の力だけでなくて体をねじる力をすごく使っているように思いました。前を向いた状態から後ろまでひねって出してるんですよね。こういう状態からで、最後フリーハンドのこれも使って、フリーハンドを行く力も使って、体の力を使って出しているというふうに思います。このポイントは後ろを向いていくことと、フリーハンドを向くことです。フィギュアスケートのジャンプっていうイメージに思ったポイントの2つ目、持ち方ですね。まあ、皆さんも持ち方が違うっていうのを気づきかと思うんですけど、まあ、なぜこの持ち方なのかっていうところが、僕ちょっとさっき少し練習してやってみたんですけど、こう体をここまでひねった時にこの面でやってしまうと、ラケットの動きが速すぎてボールが前に行くよりも先にラケットが行ってしまうので、二度打ちになっちゃうんですよね。二度打ちになって前に飛ばすことができる。こういう手だったら入ることができるんですけど、非常にやりづらいです。で、こういう入りをするときに持ちやすい持ち方っていうのが、伊藤美誠選手が持ってる、まあ、親指立てて、ラケットを、まあ、こうやって持ってるような感じですよね。これに親指立ててるだけの感じだと思うんですけど、こうやるとボールの下を通って二度打ちにならないようにできるっていうところを僕が感じたところですね。これで体全体の力を使ってサーブを出すことができるっていうのが、このサーブの秘密だと思います。他にももっと最先端なところで選手は戦っていると思うんですけど、僕がパッと見たところで感じたのがこの2つでした。ぜひ皆さんもこのサーブやってみてください。この動画が参考になった方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。